ボーゼスレイクは、アメリカ合衆国ワシントン州グラント郡の都市である。2010年国勢調査によると、人口は2366人である。北緯47度7分16秒、成形119度17分18秒に位置している。アメリカ合衆国統計局によると、総面積30.9平方キロメートルである。このうち26.4平方キロメートルが陸地であり、 4.5平方キロメートルが水地である。故障モーゼスコモーゼスレークの空撮2000年の国勢調査では、人口14,953人、5,642世帯、3,740家族が暮らしている。人口密度は567.1平方キロメートルである。237.5、 平方キロメートルの平均的な密度に6263件の住宅が建っている。この都市の人種的な構成は白人77.16%、アフリカンアメリカン1.69%、ネイティブアメリカン1.02%、アジア1.43%、太平洋諸島計0.07%、その他の人種15.44%、根結3.20%である。 この人口の25.41%はヒスパニック、またはラテン系である。全世帯のうち18歳未満の子供と同居している世帯が35.1%、夫婦のみの世帯が50.3%、未婚女性の世帯が11.5%であり、33.7%は家族を持たない。個人名義の接待主が27.4%、 そのうち65歳以上が11.2%である。世帯ごとの平均人数は2.60人。家族ごとの平均人数は3.20人である。18歳未満の未成年が28.8%。18歳以上24歳以下が10.6%。25歳以上44歳以下が28.0%。45歳。 以上64歳以下が19.0%、65歳以上が13.5%、平均年齢は32歳である。女性100人に対して男性は96.3人である。18歳以上の女性100人に対して男性は94.1人である。この都市の世帯ごとの平均的な収入は36,467。 US ドルであり、家族ごとの平均的な収入は 42,096US ドルである。男性は 34,945US ドルに、対して女性は 25,193US ドルの平均的な収入がある。この都市の一人当たりの収入は 16,644US ドルである。人口の11.0%及び、 家族の15.1%の収入は貧困線以下である。全人口のうち18歳未満の18.7%及び65歳以上の10.5%は貧困線以下の生活を送っている。ビッグベンドコミュニティカレッジ空港、ありがとうございます。